まずは速報です札幌北区の私立中学校で生徒がグラウンドで倒れているのが見つかり病院に搬送されました今日午後2時50分ごろ札幌北区の篠路中学校の生徒がグラウンドで倒れているのを教員が発見しました生徒はドクターヘリで搬送され病院で手当てを受けています捜査関係者は生徒が転落した可能性があるとみて調べています 札幌市教育委員会は、学校でのトラブルやいじめとの関連などを含めて捜査中で、学校と連携し、事実の究明に努めるとしています。